理先生、今日もよろしくお願いしますね。ここでは先生がスケジュールを美味しい紅茶が恋しくなりましたら、いつでもティーパーティーにお越しください。お待ちしております。
なことをお願いできるのは先生だけですので。座れそうな場所ないかな。
ダメ。それぞれの学園との認証完了。
たちの勝ちよ。メイドのアリスです。よろしくお願いします。まだ終わらないよ。私の計算が完璧。ゆるがぬ意志で、一人よ。大事に近づいてくださいね。まだ終わらないよ。私の計算が完璧。ガンマの計算結果、SPが回復しました。
あれのことですか？雨が降ったらこれで。いらっしゃいませ。先生。ありがとうございます。メイドレベルアップ。
リスのステータスが上昇しました。心に刻んでまいります。ここは私のために頑張ります。また強くなった気がする。
んでみんなそんなに海が好きなんだろうってずっとそう思ってた。みんなは楽しそうだけど、私はどうしても好きになれなくて。水の中はよく見えないし、足がつかないと不安だし。先生もそう思ったことない？特に夜の海はまるで暗闇みたいに不気味で、見てるだけで吸い込まれそうで好きになれなかったけど、でも今はみんなの気持ちが少しだけ分かった気がする。海ってこんなに綺麗だったのね。今までこんな風に思ったことなかったのに。ありがとう先生、一緒にいてくれて、いろんなことを教えてくれて。これが本日の。少し集中してもらえるかしら。いえ、私ではなく仕事。ここにこんなものが隠れていたのね。順調ね。続けましょう。この力があればティーパーティーのホストとして不足はないでしょう。